こんにちは、吉田さん。スロットの話ね。そうですね、どんなことでもその道を行き切った人っていうのはもう本当普通の人とは全ての動作が違うなと。一時が万事じゃないですけれども、空手の例で言うと、その向かい合ってお辞儀をして、お互いにどんな柔道着、空手着の着方をしてるか、帯の締め方だけでもレベルが分かるって言いますし、剣道でもね、もう構えで歩き方ですり足で全て分かるって言いますよね。多分卓球でも、どういう風な道具の持ち方をしてるのかとか、どういう風に会場に入った時に動いてるのかでレベルが分かるんじゃないかなと思うんですよ。なんかね、やっぱりこう上手い人っていうのは全ての動画の道具の使い方が上手ですよね。で、麻雀の例で言うとね、やっぱこう座る前っていうか、その会場ですよね、店に入ってきた瞬間にもうレベルが分かるそうなんですよ。やっぱこう余暇でやってる人と、それを生業としている人と、学び続けようとしている人と、それから日々いろんなお店で勝負している人と、なんかね、まあ大体レベルが高くないと分からないらしいんですけども、だからね、相手のレベルが分かるっていうのも、その試合が始まる前の試合なのかなと思いますけどもね。はいはい最近大和くんがね、これをね、したがるんですよ。だからな、教えてやるからね。まだ背が高くなくてできないけど、まああれですよね、ネットビジネスにしてもどんな質問が来るかで、やってるかやんないか分かりますし、これからもやるつもりなのか、どっかで結局消えていくのかってことが、日々の会話とか質問とかで分かりますよね。そのコメントをどんなの残すかとか、どんなタイミングでメッセージが来るかとかね。それこそ一語一句同じみたいなことを言う人っていうのは、本当に全く同じ結末をたどるというかね。まあでも中にはちょっと変な人もいてなんかね、1万4000円の中古のクロームブック買ったことを売れげに見せる人がなんか1億円稼いだりしてますけどね。そういうイレギュラーもあるけど、でも大抵はイレギュラーなくって、やっぱこう消えていく人っていうのは、消えていく人なりの発言であったり行動をするんじゃないかなと思うんですね。ですよね。まあ億万長者合宿も一緒にやらせてもらったりとかね、イリュージョンツアーもやったりとかですけども、これは吉谷さんと組んでる時でもそうじゃない時でも、まあセミナーを私もね、何十回何百回とやった中で、目のある人ってのは最初の一歩がもうね、大きく違うなと思いましたね。それこそ探り探り一歩行くのか、それとも大胆に進んで、それから進みながら走りながら軌道修正するのか、もう全然違います。準備が整ったらやるのか、やりながら準備を整えていくのか、いやもう速稼塾の中には行動こそ唯一の準備っていうね、そんな言葉もあるくらいなんですよ。行動こそ最大の準備、そして唯一の準備、行動が、それ以外に準備はないんだというふうなね。だから今準備してますとかね、今水面下で動いてますとか、いついつ頃からスタートしますって、これ全く意味がなくって、やっぱり今日なんですよ、今なんですよ。この動画を見ている瞬間にもう動き始めているとか、ツイッターでなんかね、お、なるほどそういうことかって言ったらツイッターでつぶやくとかね。私のセミナーでは最前列に座ってる人で、私が喋るごとにね、でツイートしてる人とか、そのまま私の喋ってる内容をブログにそのまんましてどんどんコンテンツ化してる人もいて、やっぱそういう人は稼げてましたよね。でいい話聞いたなと思って帰る途中で懇親会とか出てる人とか、まあまず懇親会の常連になってましたね。楽しい時間を過ごすということが目的になっちゃったりね、そのコミュニティ、速稼塾というコミュニティいることで何か安心しちゃうみたいなね。逆なんですよ、速稼塾に入ってるってことは稼がないと私の落ち度になるんですよね。私の速稼塾が稼げないってことになっちゃうんで、そのぐらいのことをね、私はまあ例のね、私自身が入った時は自分が稼げなかったらこのネオヒルズが詐欺になると思って、私はだからね、人の思いを背負ってやったようなところがあります。自分が稼げればどういうことになるかっていうのは、自分も嬉しいんだけども、それよりも自分にその塾を提供してくれた人、40万ぐらいしたのかもしれないですけどね、
その40万を相対的にただ同然にしてやろうと思ったわけですよ。でおかげさまでそのたった1回40万払っただけでね、なんかもう金額忘れましたけど30万か40万払ったんですよ私は。でそのお金を払っただけで、あと無尽蔵にお金が作れるわけじゃないですか。こんなただ同然の塾はないなと思いましたよ。ネオヒルズ塾ただ同然ね。で他の人に言わせれば結果が出なかった詐欺だみたいな人もいるわけでしょ。お前が詐欺だっていう話ですよね。何しに来たんだよと。だから10人塾に入ったら10人稼げるのがいいわけじゃないですか。で稼げない人は教え方が悪いとかね、タイミングが悪いとかね、なんかいろいろ言うんですけども違うんですよ。与えられた材料できちんとやれば結果が出るし、私はあのネオヒルズ塾ね買った時のコンテンツの17までしか見てないですからね。まだまだ続きがあると思うんですけども見てないんですよ。そこ17でも稼げるようになったんで全部必要なかったんですよ。本当に一部でよかった。一部でね、うん、で、まあ、空手でもそうなんですけども、あの1000個の技に精通しているよりも1個の技を極めるって言うんですよ。で FX もそうなんですよ。 FX も1個の技を極めて、もう誰にも負けない1個の技があったら1000個の技を知ってるよりも強いって言うんですよね。まあ、それが一時が万事でもあるのかなと思うんですね。だから技のデパートっていう方法もありますけども違う、これの専門の、だから柔道だったらね、柔道の専門家というよりも背負いの専門家だみたいなね、そこまで行き切ってるんじゃないかなと思いますし、まあギャンブルのプロという中でもスロットのプロなんだというね、スロットのプロの中でもこの棋士のプロなんだとかね、そんなんがあるんじゃないかなと思いますね。極めてる人ってのは本当に一点集中でものすごく深くて厚みのあるそんなトレーニングをしてますし、そのトレーニングがもうオリジナルですよね。だから誰かに教わったものをただコピーできてるわけじゃなくって、それだとすぐに過当競争になっちゃうんで、誰もが真似できないフォームを作ってますよね。もうね、見るだけでおーすげえ、もうこれはダメだ無理だ、こんなやつがいるんだったら自分はライバルになんないわみたいなね、もう入っていくのが、その同じ世界に入っていくのが怖いみたいな、ね、だからネットビジネスの世界で何かしようと思うんだったら、この久保哲郎がいるぞ、吉谷拓郎がいるぞと、こんな2人がいるのにもうね参入することがバカバカしいよ、もう叶うわけないじゃんみたいな気持ちで挑んでこないと、それはね住人並みになっちゃいますよ。ネットビジネスの世界ってのは鬼継続の我々がライバルですからね。教わってるのと同時にその教わってる技の最も長けた人がいるわけですよ、ね、昔のカンフー映画で言ったらジャッキー・チェーンがこうね謎の老人からこう修行を受けるんですけども、謎の老人にかなわないわけですよ。でも謎の老人を倒せって言われてるのもんですよね。いやなかなかね、死を乗り越える、師匠を乗り越えるってのはまさに死を乗り越えるつもりじゃないとね、命がけじゃないとね、なかなかね、まあ乗り越えなくても、でも月に100万ぐらいだったら稼げますよ。そんな別にそんな大層なことしなくても月に100万はそれは行く、もうどうしようもなく行きます、で一回行ったら当たり前に行くんで、あこんなことを自分は無理だと思ってたのかっていうふうにね気づくんじゃないかなと思います。いってらっしゃい。